三丹田沼め川は、埼玉県を流れる一級河川。荒川水系の支流で、市の川の最大の支流である。また、め川町の町名の由来でもある。流路延長は1 3 5キロメートル埼玉県乱山町吉田の丘陵地帯にある三丹、田沼に源を発する。三丹田沼の周囲のほかなめ川の流域には小規模な灌漑用のため池が、 数多く分布する。おおむね南東方向に流れ、周囲の小川や溜池の水を集めながら流量を次第に増し、滑川町役場の付近では川幅は約15メートルにもなる。東松山市と滑川町の境界付近からは、市の川が丘陵を挟んだ南側を平行して東に流れる。流路を東から次第に南に向きを変え、 東松山市里町と吉見町、北吉見の境界付近で、市の川の左岸に合流する。里山が広がる滑川町は灌漑用のため池、特に丘陵の野地に造成した谷池が多く、その数は大小約200カ所にも及び、埼玉県全体の4分の1にも達する。1986年に町内のため池で、埼玉県では絶滅したと思われていた。 淡水魚の宮古ゴが再発見された。現在、滑川町内にあるいくつかのため池では、宮古ゴの生息が確認されているほか、宮古ゴの生息環境の回復に向けた事業が行われている。また、滑川流域にある、滑川エコミュージアムセンターでは、宮古ゴのほか、国内に生息する淡水魚を見ることができる。滑川最上流部上流から、 ありがとうございます。